こんにちは、ももです。くろです。ももくろチャンネルでーす。いただいてた質問の後編でございます。前半ちょっとしか答えられなかったので、後半はテンポよくいきたいと思います。はい、お願いします。じゃあ行きましょう。はい、どうぞ。タラちゃん、クロちゃんとモモちゃん、相乗り以外で出会っていても、過去例えばクラスメイトとか職場、今みたいに仲良くなっていたと思いますか？思います。そうね、相乗りの女子たちのメンバーは相乗りだから仲良くなったわけではなく、本当にもともと気が合うと思います。でも普段の生活では出会えなかっただろうって人に会えたのは本当ラッキー。モジャルさん、ぜひ早口言葉対決。質問じゃない。じゃあ一応サクッとやろう。生むき、生むごめん、生ごめん。早くないんだよ、まず。生ごめん、生ごめん。生麦、生ごめん、生卵。すごい。あーちゃん、質問です。ほぼ毎日 LINE とかやり取りはしてるとブログに書いてありましたが、どんなやり取りをされてるんですか？たわいもない話ですね。旦那のことや、なんなん仕事のことや、もう何でも似てますもんね、状況がね。で、さらけ出す二人なんでね。私の場合、うんち漏れたもん、ブログに書いちゃうぐらいですから、もう。あれはちょっとチャレンジングだったね。みゆさん、はい、そのっていうか、うん、私は美容皮膚科で働いてるんですけど、やってみたい美容施術はありますか？やりまくってるからありますね、私たちね。私は糸リフトやってみたい。美容皮膚科と美容外科、整形違うじゃない？そうか。私が毎日やってるつもりさ、顔の運動、え、うん、うん、うんとか、くるくるとか、3分のやつあるんですけど、それも結構効くみたいですよ。ももこちゃん、お付き合いの長いお二人なので、出会った頃と変わったこと、変わらないところ知りたいです。あんまりいい意味でもあるんですよ。変わってない。クロちゃん変わったんですよ。前はもっと破天荒で、もっとガサツだったんだけど、ちゃんとした大人になったなって。ほんと？まさに大学の頃結構ね、もっとヤバいやつだったんですよ。すごい元気な人のイメージは変わらないんだけど、その中にちょっとガサツな部分とか、ちょっとマイナス部分も全部あってクロちゃんだったの。そのマイナス部分全部抜けたのが最近のクロちゃんって感じ。そうだね、モテる系の女子になったけど。なってねえや。そのルミコさん、街で見かけて一番オーラがすごかった芸能人は誰ですか？結構いろんな芸能人の方会ってるよね、うん、で、毎回クロちゃんは話しかけんの。そう、でもはやめろって。かわいそうか、やめてあげて。私は絶対話しかける。私すごいですよ、めっちゃ気づくので。旦那もめっちゃ気づくの。多分ね、オーラとかの違いに気づけるのかもしれない。誰が一番すごかったんや？向井理さんとか結構興奮しましたね。話しかけました。どうやって話しかけたら一番効果的かなっていうラインが来て、DVD 全部持ってますって言った方がいいかなってよく覚えてね。いや、それはあんまり良くないから、 DVD の中でも一番好きなやつを伝えた方がいいとか、なんか無駄なアドバイス。でも全部の DVD 覚えて目の前にして全部の DVD 言おうと思ったんですけど、いらねえ、それ忘れちゃって。見てます。写真撮りたいです。ダメです。終了。あれはダメですよ、事務所のは。ないあれがあるんですか、ね、でもかっこよかった。あとオレンジレンジさんに会った時、私目の前で歌ったんですよ、オレンジレンジ。すごいじゃん。桜前線とともにみたいな。しかもちょっとあんま歌詞とかも曖昧なの。すごい一生懸命思い出して、で、ここのジャンプのとこが好きですって言ったら、あの人がすごい笑ってくれ。しかもあの人なんで分かってない。でももうそっからハマっちゃって、本人博多で見たんだで話しかけて、本人目の前にして歌ったんです。ひろきさんは実は著書に相乗りのクロが告白したシーンがなんちゃとか書いてくれてたんですよ。すごいじゃん。だからそれ知らなかったから、それ知ってたらひろきさんにピンポイントで本に書いてあったクロですって言いたかったんですけど、じゃない。もうでもすっごいノリがよく言って歌わせてもらいました。それ結構上手だね。え、心掴める。掴めてたのかな。あ、優しすぎた。優しかった。でも写真は撮ってくれなかった。まあ、それは事務所の問題だよ。2人が1ヶ月に一番お金をかけてるのは何ですか？服、美容系？ピンちゃん。お金のかけどころといったらやっぱ美容じゃない？そうだね。あと食べ物、なんかもう服とかってそんな数いらなくなりますね、本当に。断捨離しなきゃいけないと思うと辛くて買えなくなる。一個一個のものをいいものを買おうってなりますね。同じような質問だけど、もちこさん、大人になると物欲下がりませんか？2人が今欲しいものがあったら教えてください。割ともうね、エステ10回券とかになるよね。確かになっちゃうんだよね。欲しいな。ピアノとか欲しいかも。でも置く場所がないよ。あとコロナの心配がなくなったら行きたい国や場所。あ、行きたいね、うん、ハワイってやっぱいいよね。セブ島いいじゃん。結構子連れで行って、うん、向こうのシッターさんにお願いしてっていうのは結構おすすめですね。で、大人だけでスパとか行ったりとか、すごい安いんだよね、うん、すごいしっかり見てくれるし。そう。アキさん、今の彼と結婚するまでご飯などのお金は割り勘でしたか？怒ってもらいましたか？あれ、おごりだったんじゃなかったっけ？割り勘だって、もちろん。うち割り勘だった。私たち2人とも旦那さんが年下なんですよ。うち6歳年下で、うち4個下ですね。そう、まあ年下の男の子におごってもらうわけにもいかない。行く行く、おごられたいよ。おごってくれやしないよ。お前初デート、お前めちゃめちゃ飲んだのに半額かよって、そこで気づけばよかったね。思った。思ってたよ。そうかなっつって。
怒られたいよ、心の奥は。あんまり怒ってもらう人生なかったから、今までの。その1個前の彼は怒ってくれる経営者だったので。でもなんかそれはそのギャップはね、結構ある。いや、ないんですけど、怒られるってすごいですよね。なんかやっぱ愛を感じてるか、女の子として見てくれてるんだなっていう羨ましい気持ちになるけど。なんか好きな人が奢ってくれたらベストですよね。そこで奢ってくれたからって好きにはならないけどね。質問、 P さんとももちゃんの旦那さんの質問になっちゃうかもだけど、クロちゃんももちゃんが職業ブロガーって教えた時にお互いの相手がどんな反応したか知りたい。彼女になる人が有名人ってしたら男性はどんな反応なんだろうか。言った？最初に。うん、ブログ会ってすぐ言った。アイノリだとか。言った。うんうんうん。アイノリは知ってた。アイノリは知ってた。モモも知ってた。私のことは知らない。知ってた？なんかね、会うまでに実は気づいてたらしいんですけど、やつは作詞なんで。あーすごい。知らないふりをしたんです。あ、もう Tinder のメッセージのやり取りで気づいた。なんかこいつどっかで見て、で、モモ派だったわけだからさ。あ、こいつ黒だ。感じだったらしい。会った瞬間、写真と違えって言って、意外とおばはんだなって思ったらしい。でも本当にだから、その前の彼女とのギャップで素を出しやすかったね。そうそうそう、おばはんだったから。タイプじゃなかったから。ミルクさん、はい、私は SNS で写真をアップしたり動画をアップしてみたいけど発信する勇気がないんです。クロちゃんとももちゃん、怖い思いをしたことありませんか？あったとしたらどんなことですか？それをどのように乗り越えましたか？もう私たちにはアンチというものがいるので。アンチがめちゃくちゃいるにもかかわらず、家を特定するんですよ、すぐに。だから家を特定するからすごい嫌がらせされちゃうのかなって。そうそう、怖いんだけど。意外と、まあ、部屋番号とかまでちゃんとここのレベルを超えないでくれているよね、うん、とか言っちゃうと超えてきて超えたるわ。やだよ。こいたーんさん、質問です。お二人は喧嘩をしたことありますか？一時期お互いの他のことで忙しかったり、他の人との予定で時間が合わなかったり、しばらく連絡取ってなかったとかも含めて知りたいです。ずっと仲良くしてるとそういう時期ってないのかなって思いました。今まさに私が友達とそんな状況になりつつあって、答えていただきますように。今会ってなくても連絡とか取ってるからね。会ってない時期は会ったことはあるよね。女友達との距離感ですよね、こればっかりは。どっちばっかり誘ってるとか結構来ますよね、コメントで。誘った、誘われたいだとかさ、あるよね。ある、わかるよ。カオさん、はい、アイノリ生活で辛かった思い出は？あとアイノリの中でテレビで映ってなかった2人の裏話はありますか？あるよね。ねえ、だって四六時中してたもんね。辛かったことは？私アイノリ自体結構前半戦は辛かったよね。帰りたい帰りたいって言ったでしょ。私が一番辛かったのはクロちゃん帰った時。クロちゃん帰った後のラブワゴンはやばすぎて、私はもうね 2,3 日ずっと泣いてました。でもね、今思えばもっと全力で楽しめばよかった。前半戦とか結構ね、もうちょっとできた気がする。やっぱり結局こんなもんかってあるじゃん。憧れていくけどさ、うん、好きなタイプの人がいないと頑張れない自分もいるよね。もうそりゃ味噌舐めてさ、そう、もうラブワゴンの中でキムチの素とかずっと舐めたり、そういうとこ、そういうガサツのとこ。でも舐めるよ、あったらキムチの素。キムチの素を瓶から開けてそのままベロベロベロで、それを結構男子メンバーがありえない、あいつはあんなことするのありえないって言って結構怒ってたの。いや、知らなかったね。ななこさん、お二人や旦那さん、これをしたら浮気っていう自分の中で基準とか線引きってありますか？内緒で二人で遊びに行かれたりしたらもう浮気かな。どうですか？まあでもそうかな、キスとか手とか繋いだら。キスしなければ二人で飲みに行ってもいい。あ、全然いい。ワイルドママさん、おはようございます。昨日もコメントしたけど、アイノリの時のトイレ事情が気になります。もーちゃん以前ブログにおならのことについて書いてたし、二人のブログ毎日見てみてどうしてたのか本当気になります。めっちゃしてたよね。結構心配してたよ。ドイツとかでハイウェイとかでもうトイレとかないわけ。パーキングとかサービスエリアとかないのよ、海外って。あとアフリカとかだとさ、もう常にお腹下してるから、そう、もううんちの回数めちゃくちゃ多いの。しかも下痢で。でも変なトイレでするよりも の方が綺麗だよね。だからのの方がありがたい。止めてもらって車で、バスタオルで片方がこうやってやってで、ハイウェイだからバスタオルがボーンで、タオルがわーってやれて男子メンバーに見られるみたいなやって。これできない子はアイノリ行くの結構辛いかもしれない。まるみさん、お二人とも時代とともに髪型、服装、メイクなど変わっていってますが、この時の髪型、服装が特に好きだったと思うのはいつですか？自分自身ではいつが好きだったか、お互いを見ていつが好きだったかを答えていただきたいです。私結構今のクロちゃんの髪の毛短いのが似合ってるなって。あー嬉しい。私もでも結構しっくりきてますね。しかも短時間でやれるから、うんうん、私長い方がいいでしょ。似合ってるけどね。まあ、でもいつも私に死ぬほど言うんですよ。クロちゃん、女らしさがないから髪だけは長くしとけみたいな。あ、それは前に婚活してた時はずっと言ってたんですけど、うん、髪の毛がめちゃくちゃ綺麗でサラサラでだったんですよ。何人に1人、500人に1人の髪って言われてて、もうそこは本当にアピールポイントとか伸ばせよって言ってた。でももう28ぐらいからもうそのアピールポイントもなくなって、もう意味ないですよね。
エイジングした髪ももう本当に超汚くなった。はい、ってことで残ってるんで、またどっかで機会あればねやっていければと思いますよ。せっかくいただいてるんで、こんなにまたどんどん喋りたいこといっぱいあるんで、はい、って思います。皆さんブログのコメントいただいてありがとうございました。モードクロに聞きたいことということで、後編はこんな感じでございます、はい、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。概要欄に、ブログ、インスタ、ツイッターの URL 貼りますので、そちらぜひフォローしてください。それでは次